皆様こんばんは。21時のニュースです。本日正午過ぎ、東京都港区の飲食店でナイフを持った男が経営者の男性を人質に立てこもりました。捜査員が弁護士に説得を受け、6時間後の面白いなこれ6時間後のちょっとつもり入っちゃった6時間後のこの英語めちゃくちゃ面白いな。6時間後の夕方6時ごろ6時間後の夕方6時ごろ逮捕監禁と住居侵入で男をその場で逮捕しました。解放された経営者の男性は軽い怪我をしていましたが、命に別状はありません。逮捕されたのは埼玉県内に住む自称フリーライターの男で、間違いありますん間違いありませんと容疑を認めています。捜査関係者によりますと容疑者の男は被害者の男性が英語にするのちょっと面白すぎるな。被害者の男性が経営する飲食店の元従業員で、数日前に解雇されていたとのことです。また容疑者の男は働いている時に給料のことで恨みがあったと供述しており捜査関係者は経営者の男性との間で金銭関係のトラブルがあったと見ています。次のニュースです。本日埼玉空港の国内線ターミナルで大規模な停電が、英語ちょっとダメだな、英語つぼっちゃうな私、本日埼玉空港の国内線ターミナルで大規模な停電が発生し、第二ターミナルでは今も停電が続いており、航空会社などが復旧を急いでいます。埼玉空港を管理する埼玉空港メンテス誤字脱字してないとこで噛んじゃダメだよね。埼玉空港メンテナンスなどによりよりますと本日午後2時過ぎ、送電線に異物が絡まっていると連絡があり、緊急点検を行うため第1ターミナルと第2ターミナル再根空港メンテナンスなどは復旧を急いでいますが、今日中に復旧できるか明確な目処は立っていないということです。続いて気象情報です。大型で非常に強い台風28号は依然として勢力を保ちながら北上中です。明日の午後に暴風域をとのまって小笠原諸島にかなり接近する見込みです。小笠原諸島では台風小笠原諸島では台風の接近に伴って風が急激に強まり、昼過ぎからは猛烈な風が吹いて海は大しきる
海は大しけとるな見込みです。大しけとるな見込みです。予想される最大瞬間風速は45タートル、45メートル。これは看板が落下したり道路標識が傾いたりする強さです。波の高さは7メートルでうねりを伴うで波の高さは7メートルでうねりを伴う伴います。また断続的に雨が降り、特に午後激しい特に午後は激しい雨や雷雨となる予想です。本日のニュースは以上です。雛倉莉子がお届けいたしました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。